成田空港時間差ペアルック、綾瀬はるかと婚前旅行のジェシー。熱愛報道後に見せていた決意と、ストーンズの困難。ストーンズにとって初の民放冠無番組の放送3日前に、メンバーのジェシー28と女優、綾瀬はるか39の婚前旅行スクープが報じられた。ストーンズは9月15日に、ストーンズの今日からプロデューサーズ。 22日にゲームオブストーズと2週連続、共に夜10時30分から11時25分で冠無特番の放送が控えています。メンバー6人全員が揃うバラエティ番組ということでファンは盛り上がっているのですが、12日発売の女性セブン小学館がジェシーさんとアヤセさんのラスベガス旅行を報じたんですよね。ワイドショー関係者。ジェシーとアヤセは 二ヶ月前の7月24日にニュースポストセブンの報道で交際が発覚。ジェシーは堂々と交際を認めるコメントを出し、綾瀬の事務所も交際を否定することはなかった。そんな二人が成田空港のロビーに時間差で現れた姿を、9月12日発売の女性セブンが激写したのだ。4泊6日のアメリカラスベガス旅行から帰国した際の、 9月上旬の写真だという。時間サペアルックとでも言いますか二人は時間をずらしての行動だったため2ショットではありませんが、とてもよく似た全身黒コーデの二人の写真が紙面を飾っています。ラスベガスはジェシーさんの父親の出身地であり、親戚の多くが住んでいる場所。ジェシーさんは東京出身ですが、もう一つの実家とも言える場所に。 世間が二人に注目をする中交際相手の綾瀬さんを連れて行った。いよいよ。結婚がリアルに見えてきましたよね。全道、はい、ジェシーは以前から交際は結婚が前提という恋愛観をアイドル誌のインタビューなどで何度も公言していた。また、ジェシーは前室のニュースポストセブンに交際の事実関係を確認された際、プライベートはお任せください。 仲良くさせていただいております。ズドンと交際を否定せず、らしいコメントを出したのだが、一部のファンが猛反発し、SNS は大荒れの事態に。さらに、交際報道と同日の7月24日、ジェシーがブログで個人とグループは別という趣旨の文章を投稿した結果、個人のことだから好きにさせてほしいってわけ、などとさらに荒れることになり、 25日にはファンに向けた謝罪文を掲載する展開になっていた。交際にショックを受けたファンが多いこと、世間やファンが、綾瀬さんとの同行に注視していることは、ジェシーさんも重々わかっていたはず。ましてや、メンバーも空港での熱愛にショットが報じられたばかりですから、より警戒して、普通なら綾瀬さんと外で会うことは控えるのが自然ですよね。どうストーンズでは。 森本慎太郎27も女優の森川葵29との真剣交際が8月28日配信の文春オンラインに報じられている。8月16日朝、2泊3日のタイ旅行から帰国して羽田空港にいる森本森川の姿が撮られ、両者の事務所も交際を否定するコメントは出していない。連続での熱愛報道にストーンズファンは騒然となっていたのですが、 そんな状況でもジェシーさんは、綾瀬さんを連れてラスベガスへ飛んだ。報じられても良いという強い覚悟を持った上での混前旅行だったのではないでしょうか。親族に綾瀬さんを会わせたい、父の生まれ育った場所を見せたい、という思いがあったのでしょうね。そんなジェシーさんは、熱愛が最初に報じられてから間もないタイミングでの撮影現場でも、非常に堂々としていたと聞こえてきています。 全室のワイドショー関係者。ジェシーは2025年春に、俳優、福本莉子23とのダブル主演映画、お嬢と番犬くんが控えている。最初の熱愛報道があった直後も撮影が行われていたというが、ジェシーさんは撮影の合間の時間、現場でいつものようにかなり明るく元気に振る舞っていたと言います。 報道を受けて口数が少なくなっているようなことは一切なかったそうですよ。まるで報道などなかったかのようにおちゃらける場面もあったとか。これはジェシーさんが主演映画の座長として強い決意を持って撮影に取り組んでいたからではないでしょうか。主演俳優が熱愛報道を受けてテンションが低くなっていては現場の士気も下がってしまいますからね。全道 しかし、ジェシーが強い決意を持って取り組んでいると言われる一方で、映画、お嬢と番犬くんには、公開前から厳しい声が出始めている。ラブコメ映画ということもあり、すでに、綾瀬はるかさんちらついて全然入り込んで見れなそう。どんな気持ちで見たらええねん、略、全部綾瀬はるかがよぎって全然集中できん、などの意見も出ている。 今後もファンからの批判はやはり避けられないのではないでしょうか。ジェシーさんとアヤセさんの交際が報じられた際、一部のストーンズファンはあれにあれましたが、その理由はグループの大事な時期なのにという声も非常に多かったですね。前室のワイドショー関係者、ストーンズは2024年から26年をバイブスをぶち上げる2年間と名打っており、グループ結成、2015年に結成、 9周年から10周年、CD デビュー、2020年にデビュー、5周年から6周年の、周年イヤー、としてキャンペーンを打っている。この特別なタイミングでジェシーと綾瀬さらには森本と森川の交際が報じられたことに、タイミングを考えろよ、と生き通るファンは多いのだ。そして今回は、 グループとして民放初の冠無理特番が放送直前のタイミングでの婚前旅行報道。やはり、ジェシーさんに幻滅してしまうファンも出てくるのではないでしょうか。全道すでに X には。熱愛報道騒がれてたのにラスベガス行くって。ジェシー終わった。ストーンズ終わった。本当か嘘か知らんけどさ、周年イヤーなんじゃなかったの 本当にベガス行ってたならもうね、ジェシー君頼むようといったファンの嘆きの声が寄せられている。